はいさい、はいさい、石田です。マキです。はい、ということで煮干し生活やっていきたいと思うんですけども、はい、今日はなんと、前原に来てます。我らが地元、はい、浜市でございますけどもね。そうですね、はい、まあ、前原といっても、ちょっとあの裏の方の、はいはい、前原になっております。僕らもなかなか来ることないですからね、ここら辺は。来ることはない、前原の道に、はい、来てるんですけども、なんとここに知る人ぞ知る、カフェがあるということで。なるほど、はい、めちゃくちゃご飯が美味しいということで、うん、噂を聞きつけましたので、はい、来ましたということで、今回こちらを紹介しましょう。鈴木キッチンさんです。犬が出迎えてきてますから。めっちゃ吠えんのよ、あの子。めっちゃ吠える。そうそう、名前聞いてないんだ。名前聞いてないけど、ジョージと名付けよう。ジョニーで。ジョニーか。これでメスだったらウケる。今日はジョニーでいきましょう。今日はジョニーでいきますか。かわいいですね。まあ、結構あのなんていうのかな、和をちょっと基調として、まあ、食事を出したりとか、はいはい、いろんなね、スパイス加えて、はい、美味しいご飯をっていう感じで、なるほど、カフェ屋さんということで、じゃあ早速ですけど紹介していきましょうか。変でいきましょう。本日ご紹介するのは美味しい和ご飯カフェしずくキッチン。早速店内行ってみよう。2022年2月22日猫の日にオープンしたしずくキッチン。店内は落ち着いた雰囲気でおしゃれな空間が広がっております。和をテーマにした食事ががっつり系で楽しめます。看板犬のテリーくんがお出迎えです。おしゃれでがっつり系な美味しい和ご飯が食べられるカフェ、限定メニューなど豊富にあるので楽しめること間違いなし。早速調査していきましょう。ということで、しずくキッチンさん、潜入しております。はい、いや、めちゃくちゃ人いる。そうですね。あんまり大きい声でいけないんですけども、はい、はい、もう入り口入った瞬間、あのジョニーくんの名前違うと思う、多分ハンドメイドの缶バッジとか置いてまして、ね、面白いね。かわいいんですよ。すごいデザインしてるのね、こういうね。スタッフさんもね、頑張ってますけども、はい、なんと、ここね、あのいろんなメニューあって、はいはい、ランチメニューとか頼むと、で、サラダバーとかですね。そう、こういう感じでサラダバーがついてくるんですよね。あると、こんな感じなんですけども、お席が向こうにありますんで、はい、向こうでちょっとメニューね、メニュー見ていきたいと思います。はい、はい、ということですね。はい、はい、店内入りまして、いやもう早速メニュー見ていきたいと思うんですけど、はい、まずこの猫ね、あの僕あのずっとね、あの店長さんのお名前だと思って、そうのりこさんかなと。のりこさんらしいです。この方がのりこさんらしいです。店長の名前じゃなかった。のりって書いて、のり、のり、食べるのりね、食べるのりもね、の子供でのりこ、はい、はい、ということで、はい、ということで見ていきましょうか。いろいろ書いてますね、いいですね。はい、ということでこういう感じで、まあ、なんか限定のメニューとか毎月変わるみたいで、今回はこの3種4月はこの3種みたいですね。はいはいはい、めちゃくちゃ美味しそうだね、名前だけで。しかもランチタイムメニューには、まあ、サラダバーがついてきますよ。そうそうそう、はい、これがねいつもやってる、まあ、メニューなんですけど、はいはい、サラダバーランチセット、こういう感じでチキン南蛮定食とか、白身フライ定食、こんだけいっぱいあるんですけども、はいはい、これを、まあね、大人気の、メニューを一つにしたのがこちら、まあ、こちらスペシャル定食ということで、はいはい、このね人気3種盛りということでチキン南蛮と、そう、白身魚、フライでアグー豚炙り焼きそうでが、まあ、入ってるってことなんかね、めちゃくちゃボリュームがあるらしいな、らしいな。カフェだけどめちゃくちゃボリュームがあるってことで、そうそれもちょっと楽しみにしてる、めちゃくちゃ、って言ってましたんで、はい、でそれ以外にもこういう感じで、ヤンニョムチキンのビビンバ定食とかね、野菜を中心にいいですね、こういうの、はい、やってるメニューもありまして、色とり緑、はい、こういう感じでねざーっと見ていきましたけども、ということで、はい、まあ、一応今回も注文はしておりまして、はいはい、やっぱりね限定商品は行かなきゃいけないということで、はい、店長さんおすすめということでこちらもね、頼んでおります。そしてあと一つはやっぱりねスペシャル定食はいかんといかんでしょ、スペシャルついてますから、はい、ということでこの3種盛り頼んでいきたいと思います。はい、はい、ということで待っていきましょうか。はい、ということで、はい、来ましたね。やばいな、これは、ね、死に多いな。めちゃくちゃおしゃれで美味しそうよ。ボリュームもやっぱあるね、半端ないな、はいはいはい、はい、ということでね、一つずつちょっと紹介していきたいと思うんですけど、はい、まずはこちら、はい、こちらすき焼き風、はい、月見ハンバーグとろとろチーズのせ定食でございます、ね、これはもう店員さんが
チーズをね、乗せてくれて後掛けしてましたけども、めちゃくちゃ美味しそうでございます。うん、そうだね、はい。そしてあと一つがこちらスペシャル定食ということで、あ、ね、こちらの雫キッチンさんの大人気メニューを3種、はいはいはい、チキン南蛮とか、うん、白身魚のフライとか入ってますよと、で、アグー豚も入ってるみたいよ、はい、スペシャルランチ、これがでございます。はい、いいですね。お腹ペコペコなので、はい、早速食べていきたいと思います。はい、僕は4月のね、限定メニューを食べていくんですけど、はい、やばいよね、これがすき焼き風月見ハンバーグとろとろチーズっていうことですね、はい、美味しそうでございます、はい、で、これサラダバーでね、こういう感じで取ってきたんですけど、すごいのね、これ全部食べれるってやばくないか、全部入れた、これ全部入れた、ほぼほぼこれはやっぱ割っていいよな、さすがに。いきましょう、うん、あ、チーズ乗ってますからね。でもこれ、まあ、これはもうこういう感じでおしゃれだな、マジで。ちょっと食べ方が雑になるかもしれんけど、うん、いやもうここはもうガッツリいきましょうよ。確かに、うん、いやー、いいですね、やっぱこうですよ、これうまそうだで、お米もね、こういう感じで、もう米準備してた。あー、うまそう、いいね、行こう、これは贅沢ですね、行こう行こう行こう。じゃあ、いただきます。はい、いただきます。あー、うまそううまそうだな、うまっ。ご飯が、うん、食べ進む感じの、あーね、味付けになってて、こういう系の味付け、うまいよな、チーズがいい。うーん、で、あとさ、うん、見てわかるんだけど、野菜めちゃくちゃあるからさ、何回もよりますけど、うん、野菜がいっぱい乗ってるのがまたいいですよね、いろいろな食感も楽しめるし、うん、こういう野菜がね、ちょこってやったらさ、うん、嬉しい気持ちになるからね、うん、あーね、うまそうですね、これはうまい。え、うん、うまそうだな、マジで、うん、これもうまい。さあ、ちょっとね、うん、皆様にもよりを見せてあげましょう。さあ、行きましょう。おはい、うまい、これはうまい。ハンバーグがさ、めちゃくちゃ肉厚だ、結構肉厚だよね、う、うん、見てわかる、めっちゃ肉厚よ、だからこっち側もすごい、これぐらいさ、ボリュームあると、うん、満足が半端ないですから、でいろんな野菜あるから、本当に食べるたびにね、うん、違う食感と、うん、味が楽しめると、ね、良きでございます。はい、ということで、うん、早速ですけど、はいはい、食べていきたいと思います。はい、食べたね、はい、ということで、自分が食べたやつなんですけども、うん、見てください、これスペシャル定食ってことで、うん、いや、スペシャルですね、これ、はい、こういう感じでいろんな、そうそうそう、定番のね、うん、メニューから3種人気な商品を、まあ、1つにしたスペシャル定食ってことで、はい、贅沢っすね、はい、でもこれが、はい、アグーかな、アグーの炙り焼き、うん、はい、トロシタレですね、うん、で、これがチキン南蛮ピンクの芝漬けスタイルはいはい、はい、で、これが、うん、噂の白身魚ね全部見る、いや、名前がさ、うん、全部やっぱ細かいんでね、一つ目は分かる、うん、細かくいこう、三つ全部見ただからこれが、はい、白身の、うん、香る草のフライですね漢字、漢字だろ、どうせ今の、はい、バジルレモンマヨネーズ書いてますと、はい、食べていきましょう食べていきたいと思います。さあ、いろんな味が楽しめるから、もうそのね、食べた時のコメントも楽しみよね、これ、はい、そして漢字の勉強もできますね、はい、じゃあ最初にね、うん、まずここ行った方がいいんじゃない、確かに、アグーかおろし系が入ってるってことは、うん、さっぱり系ですから、なるほどなるほど、先に行っちゃいましょう、こういう感じで、うるうる、いいですね、おろし大根がこうなってるんで、なるほどなるほど、こうなってこうなってるんで、アグーはね、高級豚ですから、沖縄のね、めちゃくちゃうまい、うん、あっさり系っていうのがまたいいよね、いいね、からのレンコンと豆腐挟んでいくっていうスタイルはいはい、あ、じゃあやっぱポン酢だから、うん、結構さっぱり系な感じですね、うん、うん、これぐらいがやっぱちょうどいい、うん、うん、シソです、シソですか、知らんけど、本当ですか、食べてみて、シソだけ食べるの、うん、シソだけ食べることはない、わからん、あ、でもシソでもない、うん、あ、でも匂い、匂いシソするよ、めっちゃ、あ、シソか、あ、シソだ、もうすごい口からシソしてる、本当口がシソしてます、口からシソしてる、びっくりしてる、俺、あ、シソだ、うん、ここまで届いてたよ、あ、そっか、シソが、シソだ、でしょう、でもなんか優しいシソだね、なるほど、俺ガッてくるかなと思って、うん、シソって結構ガッてくるイメージあの大きさだったら、うん、来そうだもんね、あんまり感じなかったからさ、よかったよかった、からの、はい、
ぱしば漬けタルタル、四季鯖。なるほど。でもこのピンクっていうのがいいよね、いいね。しば漬けってうまいからさ、確かに完全におしゃれだね。おしゃれですね、しかもおしゃれ。うわー、これいっていいですか。いいですよ、がっつりついてるやつ。うわ、はい、うまい、優勝だ。完全にうまい、もう米いく。優勝だ、これは。米めっちゃいく。うまっ。一口で食べる量じゃなかったな。あともう喋れんのよ、そしたら。喋る気なかったな。うま、今なんか若干一光さん出てたしな。どんだけ出てたか喋れないんでね、喋、うん、れないんで。なるほど、なるほど。新しい、ちょっと肘を内側に入れるとちょっと一光に寄れるね、うん、説明したら面白くなってくなってきた。いやー、これ贅沢よ。うん、うまそうだな。うまいっけ。しば漬けか。しば漬けうまい、いいね。うん、程よいちょっと酸味がある感じ。うん、すごいお米食う、すごいお米食う。もうコメントしない気満々じゃないですか。今日は、はい、表現、うん、そこを大事にしてこ。喋れてないだろ。大事にしたかったのに、うん、続いて、うん、しば漬けのねタルタルも買ったんですけど、うん、白身フライ、うん、バジルとレモンのコラボレーションということで、あろかけていきましょうか。おしゃれにレモンかけておりますと、はい、ということで手がもうイラン報告。いきます。いや、これもサクサクだね。あーね、マジタイプ違うやつで最上級やさ。2体リリース召喚で攻撃力3000あるフルダイズやん、うん、シンプルでうまい、シンプルにうまい、はい、これと。いや、もう見えてます。飛ぶぞ。いや、やめろ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 。フライだけ、なるほどなるほど、フライだけにね。フライ言わすな、気づけ。誰も言ってよ、気づけ、誰も言ってよや。うん、うまそうだな。これはいいですね。いや、うまかったな。もうお腹めちゃくちゃいっぱいでございます。いや、結構なボリュームでしたね。サラダバーもさ、はい、本当にいろんな種類のサラダがあるし、うんうん、ドレッシングもあるから、うん、ナスビート買ったぜ、揚げの。あれ食べられますかね、食べ放題、うん、そう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 。いや、それはもう大満足でございますね。ランチに、ね、全部作って書いてましたからね、はい、うん、もうぜひぜひ皆さんにもね、はい、来てほしいんですが、今回紹介したしずっぴっきんさんの営業時間をちょっとお伝えしていきたいと思うんですけど、はいはい、お昼の11時から、うんうん、4時までの営業になってますと、うん、なってますね。で、ちょっと3時がラストオーダーみたいで、うん、お休みの方はないです、うん、まあ、不定休ですかね。ないって言ったらあれですけど、はい、うん、不定休ということで、まあ、こちらはインスタグラムとか SNS の方にアップするみたいなので、うん、まあ、ぜひぜひ、ね、インスタグラムとかそういうのチェックして、はい、まあ、フォローの方までしていただければなと思います、はい、で、あとね、テイクアウトとかもね、テイクアウトはね、そうそう、で今日出した金額からちょっと安くなって、なんか300円引きって書いてましたね。あとなんかね、はい、同じ感じで、まあ、このロックキッチンっていうのをやってますよということで、はいはいはい、まあ、こういうお弁当とか、うん、ケータリングサービスなどもやってますということで、まあ、こちらの方なんか姉妹店ということでね、こんな感じでやってるみたいですね。ここでもインスタグラムがあるので、うん、気になる方は、うん、ぜひぜひ。じゃあ概要欄にこれも貼っておきましょうか。本当にわおテーマにした美味しいご飯が食べられますので、うん、はい、しかもね、はい、4月ってことで、はい、まあ、先ほど紹介した、うん、あのメニューが楽しめるってことで、はい、ぜひね、来てほしいね。そちらの方もね、はい、頼んで楽しんでもらえたらなと思います、はい、ということで、今回こんな感じで動画終わりたいと思います。ごちそうさまでした。はい、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。もうめちゃくちゃうまかった。はい、で最後まで見てくれた、うん、あなたにお得な情報がある。あ、そうそうそう、しずくキッチンさん、はい、なんと煮干し生活を見たと伝えがめっちゃ動いてる。めっちゃ動かしてる。めっちゃ動かしてる。ちょっと待って、試験起こりすぎだ。煮干し生活を店員さんに見ましたっていうことを伝えていただくと、うん、はい、なんとミニドリンクが一杯ついてきます。はい、イエーイ。しかも期間はですね、はい、4月いっぱいということで、はい、先ほど紹介したメニューも、うん、楽しめるので4月10に、はい、みんな来てくれると嬉しいなと思います。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバイ。テリー、テリー、テリー、バイバイ。テリー、箱は動かしちゃダメよ。ありがとうございます。
しずくキッチンめちゃくちゃおすすめなんで、みんな来てください。来てください。ありがとうございます。